んで。結局パーティーどうするの。なら今日だな。だって明日は祭日だろ。パーティーするの。ううん、僕んちおいでよ。行く行く、楽しそうだね。つばき、大丈夫か。何が。顔色が悪いぞ。平気だよ、はるちゃんこそ寝癖ひどいよ。私、ひろあきを迎えに行ってからだから遅くなる。遅くてもいいよ、ちゃんとお土産持ってきてくれれば。みかんでいいかな。とっても甘いよ。おみかん、自分みかん大好き。はるちゃんも来るんだね。ああやめとこうか。なんで。別に来ればいいと思うよ。そっか。いや、かのんちゃんはスケートの練習に忙しいからよそうよ。別に仲間外れにするわけじゃないよ。で、京介くんはお土産何持ってきてくれるのかな。ハブじゃないよ。というか、マングースなんて持ってこれるもんなら持ってきてよね。アサイくんも来るんだよね。そうかな。変かな。うん、遊ぼう。いやいや、なんか二人で盛り上がってるけど、主催は僕だから。私、一度帰るね。うん、またね。そういえば自分、バイトでした。え、来ないの。すみません、もっと早くにお誘いいただければ善処したんですが。いや、菊谷さんももっと早くに断ってよ。椿に遠慮してるわけじゃないですよ。でも、椿は心配です。疲れてるみたいですし。だから今日僕が盛り上げてあげるよ。さすが栄一さんです。自分は盛り下げるのは得意なんですが。椿のお父さんとかも大丈夫ですかね。あ、いえ、なんとなくそう思ったんです。ほら、家族は似るもんじゃないですか。浅井さんみたいにお父さんがすごい方だと息子もすごい人になるじゃないですか。いろんな意味で。だから椿が疲れてると家族も、そう、まるで鏡のように元気をなくしていくんじゃないですかね。ちっけえな、知らないわけじゃないでしょ。ではまた。浅井さん、今度お話ししたいことありますので、その時はよろしくお願いします。いえいえ、たわいもないギャグですので。さて、どうするよ。寒いよ、マジで。俺とお前とチャーリーとかマジ寒いって。お前、友達呼べよ、年上のジョイとか。ほら、あのミキちゃんって子は、お前のセフレの。じゃあ椿が来るまでナンパしようぜ。お前の財布と俺のスイーツ知識があればどうにでもなるって。
んだよ、グズグズしやがって。ほら行くぞ。おい女、飯食いに行くぞ。おめえももっとやる気と財布出せよ。俺に意見する気かよ。あったよ。ねえお姉さん、あのね、聞いてくれる？僕手相の勉強してるんだ。ちょっといいかな？なりの工夫だよ。女は占いとか好きだからな。あ、浅井くん、ごめんごめん、ちょっと遅くなりそうなんだ。ううん、ちょっとひろあきが、いや、かまってほしいみたいで。なるべく急いで行くから。なんだって？なんだよ、またあの弟かよ。わがままなガキだぜ。椿も苦労してんな。遊ぶ暇とかないんだろうな。あいつって化粧っ気も全然ねえじゃん。服も毎年似たようなの着てるしさ。そこがちょっと俺ちゃんの中で評価高いわけだけど、なんつうの、清く正しい感じがするじゃん。貧乏だけど頑張りますみてえな、モヒルちゃん。あー、ナンパ来た。ゲーセンでも行って時間潰そうぜ。そしたらもう10時じゃね。さすがにお開きにするか。椿には悪いけど。じゃあ帰るわ。私なんだろうって思うの。
あとさ、お父さんがね、ああこれからまた引っ越しの準備だよ。お父さんももっと手伝ってくれればいいのに。最近はインターネットで何でも買えるんだね。すぐ届くし便利だよね。うん、興味なかったからなんだかすごく損してた気分。全然書く暇なんてここんところなかったから。なんてやめようかな。今どきないよね、日記が趣味とか。どう思うかな。ねえお姉ちゃん。え？なに、ひろあき。かくれんぼしよう。あとでね。それよりこれ似合う？姉ちゃんは前に僕がいいって言った服が好きなんじゃないの？あのパーカー？あれはもうずっと着てるじゃない。うん、それでお姉ちゃん僕のお友達に貧乏ってあだ名つけられた。でもそれでも好きって言ってたよ。うん、どうしたのお姉ちゃん。浅井くんはどう思う？そう？そうだよね。よかった。こういうの着ないと浅井くんに恥かかせちゃうもんね。だって浅井くんの私服って高いんでしょ？街で並んで歩いてたら恥ずかしいじゃない？何か変かな。よかった。最近ちょっと疲れてるみたいでね、思ったことをすぐ言っちゃうことがあるの。変だったら言ってね。ねえお姉ちゃん。お父さんに遊んでもらいなさい。だってお父さん引っ越しだもん。お姉ちゃんたち、これから出かけるの？どこ行くの？僕も行く！ダメだったら、もう！行こう、浅井くん。いいんだよ、ここんところ私がずっとやってたし。だったら何？あるにはあるけど。よくあそこで花火したなーって。秋になるとね、みんなでお芋焼くの。お父さんが張り切っちゃって火事になりそうだったこともあったの。
一番下の子がね、初めてハイハイした時、縁側から落っこちちゃってさ、あの時は大騒ぎで、それで、喋り方だなって思ったの。ごめんね。え、はるちゃんに疑われてるの？ひどいな。浅井くんが犯人なわけないのにね。気にしたらダメだよ。私は信じてるからね。浅井くんがいなかったらひろあきも帰ってこなかったかもしれないんだし。そうだね。寒いしね。うん。化粧品なんて初めて買ったよ。みんなやってるもんね。ごめんね、そういうの疎くて。からお母さんのバッグ知らないかって、そんなの私が知るわけないのに。まったく、私がいないと何にもできないんだから。ううん、まだ平気だよ。え、浅井さんじゃないですか。およや、椿も一緒ですか。これはこれは。はるちゃん、どうしたの？そんないきなり二人して質問してこなくても。自分はバイトの帰りにちょっと駅に寄ってただけです。いえいえ、証拠でもないかなと。あ、いえいえ、デート中に話すようなことでもありませんです。はい。浅井くん、行こう。いいえ、全く。え？言いましたっけ？あー、なんか口走りましたね、自分。はい、では言います。あなたが魔王です、浅井さん。あなたは前もって、駅のコインロッカーの鍵を複製しておいたんです。あの身代金をめぐる追走劇の中で、駅のコインロッカーに身代金が納められたことがありました。その時、私はあなたに、不審な人物が来ないかどうか、見張っておいてほしいと頼みましたね。あなたは、前もって用意しておいたコインロッカーの鍵を使い、ようようと、身代金の株券を手に入れたんです。あなたは事件当日、仕事があると言って行方をくらましていましたよね。鍵の複製なんて、その辺のお店で30分もあればやってもらえます。いや、盲点を突かれました。トリックそのものは単純ですが、
まさか信用していた浅井さんこそが犯人だったなんて。はるちゃん、もういいよ。事件のことはもうはるちゃんには関係ないでしょ。なんかやだよ、はるちゃん。いろいろ手伝ってくれたのはわかるけど、結局はるちゃんは何も解決してくれなかったじゃない。せっかくこうして嫌なことを忘れようとして遊んでるのに。そうっすか、ありがとうございます。では最後に一つだけ。はるちゃん、もし私の言ったことに心当たりがあるのなら、すぐに自首してください。警察はすぐに証拠を挙げるでしょう。近場の鍵屋さんも徹底的に洗うでしょうし、駅には監視カメラもあるんです。ええ。ですから、残念で仕方がないんです。じゃあね、はるちゃん。しないでね、浅井くん。どうしたの？大丈夫。私はたとえ浅井くんが魔王でもいいよ。食べに行こう。今までそういうの興味なかったけど、お金ってとっても大事だね。どんなものでも？例えば？え？やだな。それにはお金なんていらないよ。浅井くん、明日は？ダメかな。浅井くんってお父さんのお仕事を手伝ってるんだよね。それで忙しいんだよね。どんな仕事なのかな。
た。すごい人だなって思ってたけど、そうなんだ。悪いことしてるわけじゃないよね。私も明日学園休んで電話待ってる。うん、おやすみ。お姉ちゃーん。ひろあき、何してるの？お姉ちゃん、迎えに来たんだよ。まさか、また一人で？ううん、お父さんももうすぐ来るよ。どうしてお父さんと一緒に来ないの？お姉ちゃん言ったよね？もう一人で勝手に出歩いちゃダメだって。ごめん、でもお姉ちゃん帰ってくるって言って帰ってこなかったから。だから何回同じこと言わせるの？いい加減にして！何が？心配してるの！ひろあきがまた同じ目に遭うんじゃないかって、どうしてわからないかな？大丈夫だよ！僕は大丈夫だって！一人で保育園から帰ってこれるよ。そう。なら、もう私も気にしないから。じゃあ出発。姉ちゃんの手、プニプニしてるよね。太ってるっていうの？ひろあきだって、ぷくぷくしてるよ。お菓子の…うん、お姉ちゃんと一緒だね。僕、お父さんに、つばきにそっくりだって言われるよ。そっくり…
ね、浅井くん。大丈夫だよ。今から行けばいい？分かった、急いで行くから待ってて。姉ちゃん、何？ひろあき、一人で行ける？行けるよね。昨日一人で大丈夫だって言ってたもんね。お姉ちゃん、ちょっと大事な用事があるから、ここでバイバイだよ。じゃあね。帰りは、迎えに来るから。終わるのお昼だよ。お姉ちゃん学校でしょ？お姉ちゃんも、終わるのお昼だから。じゃあこの公園で待ってるね。関係して遊ぼう。お邪魔します。ううん、二度目だよ。なんで？やっぱり、わかる？叶いすぎたっていうこと？事件？わかった。ごめんね。Thank you.
うしてそんな生活を？お父さん？だなって、お母さんがとても不憫で、いやでも浅井くんは中学生だったんでしょ。それはここは大きな町だから。大丈夫かな。ううん、全然。楽観してるのかな。うん、私が家族を支えなきゃ、
みんな私に甘えてるところあるから。頑張るよ。浅井くんの話聞いて、ちょっと家族とももう一度向き合ってみる。ほとんどひろあきのことなんだけどね。あの子ってどう思う？その通りだよ。私が甘やかしてたんだと思う。保育園の先生にも同じようなこと言われたよ。最近はちょっと叱るようにしてるんだよ。そうかな。どうすればいい？私、あんまり誰かに怒ったことないから、それを相手にどう伝えていいかわからなくて。うん。やってみるよ。今度また、勝手に外に出歩いてたら、その時は。じゃあ何からすればいいのかな？インターネットくらいなら。これ全部？500枚くらいあるよ。付帯設備？かかりそうだね。夕方。ううん、平気だよ。それもそっか。何慌ててるんだろうね、私。あ、いいよ。どうせ何でもない用事だと思う。お父さんったら私が携帯持ったもんだから意味なく電話かけてくるの。私、こういう単純作業向いてるのかも。本当？ねえ、浅井くん。ひろあきをね、昼に迎えに行くって言っちゃったのね。公園まで迎えに行くことになってるんだけどね。さすがに帰るよね。私が来なかったら。だよね。ちゃんと終わらせてから帰るよ。ひろあきは一人でも帰れるからね。私、ちゃんと働いて、ちょっとでもうちにお金入れたい。その方が、なんていうのかな。家族のためだよ。こう言うとあれだけど、結局、お金があれば、うちを出て行かなくても済んだわけじゃない？ひろあきが誘拐された時、人にお金を借りずに済んだんだよ。私、浅井くんに出会ってよかったな。だって、浅井くんって、私にないものをたくさん持ってるんだもの。
ってないの？困らせるんだ、そうやってお姉ちゃんを。これで何回目だと思ってるの？一人で出歩いちゃダメだって教えるのは。それより聞いてよ、マサトくんがね、マサトくんってお友達がね、犬飼ってもらったんだって。マフマフしてるの、僕も欲しい、買ってねえ、買って、チワワっていうの、買って。いくらすると思ってるの？知らない。高いの？コンビニのアイス全種類買うより高い？当たり前でしょ。でもお姉ちゃんずっと前僕にゲーム機買ってくれたよ。すっごい高いってみんな言ってた。羨ましいって言われたよ。お金ないの？嘘だ。お姉ちゃんの貯金箱見たよ。お札がいっぱいだったよ。人の財布を勝手に見たらダメでしょ。だって僕いつもそのお金でおやつ買ってるよ。本当はいけないことなの？やだ、寒いし。ねえ、やろうよ。嫌だって。もしやってくれたら僕何でも言うこと聞くよ。だからほら、何でも。うん、なら、わかるよね。何回も同じこと、言ってるもんね。わかるよね、ひろあき。何かな、教えて。僕お姉ちゃん好きだよ。お姉ちゃんの言いつけ破んないよ、絶対。だから遊ぼう。そして終わったら子犬買いに行こう。ひろあき。お姉ちゃん。もう、なの。
相撲なの、お姉ちゃん。どうしたの？もう終わり？あれ？寒いの？お姉ちゃん。なんで泣いてるの？どっか痛かった？僕やりすぎた？大丈夫？私は全然。だって泣いてるよ。どっか痛いんでしょ？いいの。ごめんね。なんでもないの。お姉ちゃん、僕が悪いの？僕が一人でお外に行くのがそんなに悲しかった？お姉ちゃんが、おかしかったんだよ。ごめんね。僕、ひろあきは何にも悪くないよ。ひろあきとの約束を破って学園もずる休みしてたの。さっきだって遊んでたんじゃなくてイライラしてひろあきをぶったの。ごめんね。僕、もう絶対勝手に出歩かないよ。そう？うん。だってお姉ちゃんと一緒にいたいもん。お姉ちゃんがお外連れてってくれるもん。お姉ちゃんが僕の頼みを聞いてくれなかったことないもん。ありがとう。なんだか、とっても楽になったよ。私は、これでいいんだね、ひろあき。誰も疑わないし、お金にも興味ないし、恋愛にも消極的。それでも、私には、たくさんの家族がいるもんね。お父さんが買ってくれたダサいコート着るし、みんなが繁華街で遊んでる時に、私は公園で、ひろあきと関係にするの。それで、いいんだよね。ね、ひろあき。
細工。わざわざ届けてくれたんだ。ありがとう。浅井くん、待って。お家でご飯食べてかない？お姉ちゃんの彼氏おいでよ。夜？話？何なのかよくわからないけど、私今日は家族と。僕はいいよ。お家で待ってるよ。あ、うん。あ。お兄ちゃんかっこ悪いよ。いや、いつもクールな細工にしては珍しいなって。お兄ちゃん、お兄ちゃんも今度一緒に缶蹴りしようね。僕とっても隠れるの上手なんだよ。本当？やったー！よかったね、ひろき。浅井くんが缶蹴りするってすごいことだよ。それじゃわざわざありがとうね。また夜にね。連絡待ってるね。あ、どうしたの？じゃあね。What? What? What? What?